バーチャマでございます。ボンバー、ちょっとクルトワのパンチングボンバーがのんのんのんな感じの失点が続いて、ぶち切れてノイアーにしてしまいました。ノイアーもまあ悪くないんだけどね、絶好調のクルトワ、普通同士だったらノイアーの方がいいかもしれない。絶好調だったらクルトワの方がいいけどね。ということで、2トップにして 4-4-2、ロナウド、PP、グリーズマン、ベラッティ、メッシ、ネイマール、こんな感じでいこうかな、かいなと。で、ヤヤトゥレはね、ちょっとどこで出そうかな。セントラルだったらボランチかグリーズマンのとこにセントラルで出すか、あ、 OMF でもいいのか。グリーズマンとヤヤトゥレだったら守備どうなんだろう。守備多分ね、あ、でも若干ヤヤトゥレの方がいいって感じか。で、考えると攻守でトータル考えた時にグリーズマンの方がいいかなという判断ですね。で、サンチェスも入れております。モドリッチもね、一瞬使いましたが、ちょっとね、モドリッチはあの縦に抜けるスピードが、ゆうやさんがニコ生配信を始めましたね。縦に抜けるスピードがあまりないので、まあ、このフォーメーションで僕がやりたい感じの攻めには必要ないかなという感じで外しましたね。うん、どんどん行きましょう。今週はあまり勝てないのでレートが下がっておりますね。早くレート戦に戻りたいと。ラムトラックさん、こんなプレイして何が楽しいのか。昨日の FIFA の動画ですね。ハメ太郎ウロコのクラブチームとはマイクラブチームは全然違うんだよな。マルセロナ、カルバハル、クロスは使わないのは草入るということで。あ、昨日の大会ですね。昨日の大会に、へのコメントですね。なるほど。まあ、マイクラブとクラブチームが違うという意見でした。ボンバーアザルさん、マラドーナ馴染めてないなということで。マラドーナがちょっとね、やっぱり、考え方がもうちょっと根本的に違うんだよな。今まで多分その、スターだらけの、ワールド、銀河系みたいなチームで、あんまりね、活躍した、ことがないのかもしれないね。俺もちょっとマラドーナの経歴を知らないからさ、今までの。すべてのチームを。ちょっとその辺はね、考えていかなきゃいけないなと思って。PPP じゃなくて、ちょっとカバンに出してみましょう。マラドーナ今日はまあ、いつも通りですね。いつも通りちゃんと体調管理整えてきたという感じですか、ね。じゃあここちょっとややつれにしてみようか。多分ややつれ重いと思うんだよな。セントラルの方がいいかな。いや、OMF。OMF で変に高いところに上がられても、結構囲まれてパーパーっていうパターンが多いんで、セントラルにして。で、グリック、チアゴシューはパパスタソー、ディバラ、ベイルということで。まあ、高さはない感じですかね。モラタ、ルカクがいいのか。まあ、出てきたら怖いな、という感じですけど。キーパー誰だ？キーパーチェフ。チェフマジで強い。チェフが俺一番強いんじゃないかと思ってる。安定してるし、ライブアップでも。サールさん、サッカー選手とかのスポーツ選手ってゲームにされて、ナバスマジゴミとか言われてかわいそうということで。なるほど、そうですね。まあ、しょうがないかな。僕はもうしょうがないかなって思っちゃいますけどね。ナバスゴミだなって思っちゃうんで。ラッキークローバーさん、ジョルディ・アルバにバレないようにしてるってことで。その辺な。アペシンさん、ズバリヤヤトゥレ使う理由はということで。まあ、体の強さと、シュート力、パス力がありますね。まあ、どうなんだろうね。俺結構、まあ、OMF にね、でかい選手、それこそ、パストーレとか使って、使いやすい人はいいかもしれないんですけど、僕結構あそこ細かくね、コネコネできる人が好きなんで、今日使ってみて、あ、ヤヤトゥレでもいけるやんと。ヤヤトゥレシフトの攻め方をできるかどうか試してみようと思います。やっぱサッカー好きな人はね、こう、やっぱサッカー選手リスペクトの気持ちがあると思うんで、いや、ナバスゴミって言うなやとか、その気持ちもわからんくもないんですけど、実際のナバスとはこれ違いますからね、ゲームの中の。その、まあ、メーカーがね、査定した能力とかも、実際のものとは数値化できませんからね。実際のサッカー選手とか人間は。その辺をまあ数値化してるところに無理あるんでしょうけど。そこはね、そこはまあまあしょうがないの。しょうがなく飲んでゲームを楽しんでるんでね。また別物として考えていただけたらなとは思いますね。たくさんコメントありがとうございますということで。パーパージャンケンをね、うちのお母さんが楽しみにしてるっていう人、今日のライブ配信でコメント来てましたね。家族で楽しんでいただいているという側面もあるのかしら、ね、ぜひ、ありがたいことですな。こう、ロナウドでもか、ここガーンって、ガーンって来たら、スピードがなくて決められた。ちょっと厳しいですね。ちょっと厳しい。こういうミスをなくしていきたいと。相手の動きを見ながら、パーパーしていくと。その辺でしょうかね。ややトゥレが、特にね、軽い人とだったらいいんだけど、重い人とやるときにヤヤトゥレは本当に
もう疫病神かのごとく、あの操作のしにくさを発揮するんで、できれば軽い人がいいですね。ここでもヤヤトゥレね、ヘディングで勝つから、あ、ヤヤトゥレ飛ばなかった、ベラッティだ。ありがたいことが起こるんじゃないかと。これ出していきたいけどね、ヤヤトゥレが。あ、怖いね。ノイヤーどうなんだろう。パンクルトワはね、まあ、触るんだけど変なパンチングしちゃうよみたいな。ノイヤーはもうそもそも触れないのかな。頑張ってくれ。本当にクリバリ強いね。本当にクリバリの強さも草生えるしか方法がないですもん、こっちからしたら。これはモスがいいディフェンスしてきますな、本当に。さあ、クリバリー。ラモスまた点取ったじゃん昨日。あいつ何なんだろうね。なんか持ってるような得点能力があるのかな。なんか得点の嗅覚みたいなものか。お、やってれ、やってれたい。なんとか勝ってくれましたが、クリバリがここいいケアしてるな。おっと、ナイス。はい、どうだ。あ、出せないな。ちょっとコネがあんまりできなさそうなんで、ダイレクトで繋いでいく攻めがいいかもしれないね。せい、せい。ちょっとコネはもう無理だよと。あ、これいいじゃん。あ、いいじゃん。スルーパスがよく通るような気がするな、この試合は。よいしょ。おっと、結構、チェフでこの人持とうとするから、あそこ、ガンガン狙っていっていいかもね。よいしょ。あ、ここで出せなかったらもう攻撃で詰みだな。ここでパーパーして前に当てないとドリブルはできない。早いね、早い寄せですね、ボンバーが。 OK、 あ、ここいいよ、これ大事だ、これ大事。あ、誰だあいつ。あ、そっか、ヤヤトゥレがいないからここワンツー来ないんだ。なるほどね。お、ちょ、カバーにがよかったね。ヤヤトゥレやっぱ OMF にしよう。あそこ今セントラルしてるよね、多分ね。か、ヤヤトゥレの足が遅いのか。あ、セントラルだからだ。OMF だったらあそこ3人でパスをつなぎながら崩していけるので、かなり得点力アップ。頑張れ、グリーズマン。おっと、これはナイス。これちょっとどうしようかね。これ勝てる。OK。で、ここはいいね。しかし奥がメッシ。お願いします。OK、ナイス。ナイスカバーニ。いいね。いいね。あそこやっぱちょっとちょんちょんちょんで繋いでいくのはかなり有効です。パーパーと。なんで俺は今日敬語を使っているんだろう。マルセロからの。カバーニが。取る？いや、取らない。惜しいな。あ、これいける？あ、ダメだ。いやいや、つれ、やっぱここら辺から守備でボール刈り取っていくっていう仕事をしてほしいよね。オフェンスでちょっとね、スピードの部分で足引っ張るところがあるんで。これはぜひね、ちょっとショートカウンター、あの辺でボールを取るっていう役割を担ってほしい。あ、オフだ。さあ、あ、取れる。ナイス。あ、いいね、いいね。いいよ、いいよ。いやー、中にね、誰かいてくれたら、クロスポーンって逃げれたけど、あそこはもうサイドでコネコネしながら待つのがいいんだろうね、多分ね。ヘイ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 。あ、やばい。いや、サンチェスめっちゃいい。オッケー、ナイス。これは怖いよ。いや、そっち行った。あぶねー。お、ナイスノイヤー。クルトワだったらもう一回シュートを打ちやすいパンチングをしてただろうな。オッケー。あ、え、勝たないの。怖い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 。うわー、これそれそれやめてほしいからノイヤーにしたのに、クルトワもやるのそれ。さすがにあそこまでちょっとチャンスを作らせたら失点しますっていうことなのか。気をつけていこう、気をつけていこう。おお、これ来るね。クリバリナイス。よいしょ。あ、通らんな、ベラッティ。めっちゃいいとこいるな。これ取るだろう。取れないね。寄せないね。オッケーオッケー。これクルトワだったらパスしてたよ。ノイアはちゃんとコーナーに逃げてくれると。ありがてえことだす。これどうしましょうかね、ここは。ここは素直に。あ、オッケー。そっか、ノイヤーの方があれ反応がいい、体感がいいか、体感がいいのかな、何なんだろうね。ノイヤーあれ得意だよ、あ、ノイヤーじゃない。クルトはあれ得意なんだけど、ノイヤーの方が反応が悪いのかな、何なんだろう。あ、これキャッチですわっていうのをね、ちょっと間に合わずにパンチングみたいなことに、今みたいなパンチングだったらいいんだけど、さっきみたいなちょっと中途半端なさ、ギリギリみたいなパンチングになっちゃうことが結構あるんだよね。
し、これはちょっと様子見で。いやロナウド行きたかったけど、今回狙っていく、入るか。お、いやそこ詰めといてほしいね、グリーズマンには。絶対根幹などにパーパーしてくるから、そこは詰めとくようにお伝えしておきたい。あら残念。さあ2対1とパーパーですね。何か作戦を練らなければいけないな。ロベルトって誰だっけな、 あれかベップグラリディオラだっけ、ペップだな、ペップ。やっとでさよならしよう。やっぱりロイスか、いやサンチェス、いやロイスにしてここ、こうか。じゃあ多分ロイスは縦にグイーンのスピードがあるから、さっきの根幹も多分ね ST ないのか。なかなか難しい戦いになっております。3トップやっぱね驚異的や、やっぱり3トップは驚異的。なんとかこれ点を返していきたいところですね。策を練らなければ。中央、サイド、ワイドに、ワイドに攻めていくか。おー、ベラッティいいね、本当に。あ、しかも相手ボールなんだ。ベラッティの絶好調がいると、途端に攻めにくくなるな。セイ、オッケー。よいしょ。あ、ダイレでパスが出ないね。はい、はい。どうですか？どうですか？これは怖い。あ、ナイス。落ち着いて丁寧に、よし。よし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 、グリーズ。いいね。そこそうそう。ベラッティを剥がしたらもうこっちのもんよ。中入ってきてくれ。いや、グリーズなんだけど。パスずれちゃったか。ロイス頑張れ、ロイス頑張れ。おっと。お、いいね、いいね、いいね。スピードではね。スピードでは勝てませんから。あ、メッシ、メッシ。いや、出ないか。メッシ追い越して欲しかったけどね、今ね。メッシ追い越して欲しかったけど、メッシは足元でボールもらいたかったと。せい。これは、これは。あ、これ入りそうだな。あぶねえ。ナイス、頑張ってる。あ、でもあっちベイルぐらいしか、でかいやつがいないのか。これでロナウドどっちだっけ、ロナウドこっち。ちょっと短いかな。あ、いいね。これちょうどいいわ。前入られない。いや、でも、後ろからグン来るからな。オッケー。あ、サーチがうまくいかんな、ほんと。せい。勝っていきましょう。これなんだ、もう繋ぐしかないね、じゃあね。クリバリにパーして、パーして。はい、逆サイドパー。蹴れないから。これサーチしちゃうね。あ、やばい、これ打たれると終わった。3対1は厳しいぞ。どうしようかな。あのミスな。地獄が待ってるな。蹴ってもダメだし、つなげもしないと。カバーに行け。いや、いや違う、ロナウドがいいんだけど。ちょっと焦ってるね。あ、出せる。いやー頑張れ。あ、退場じゃない、これ退場じゃないか、これは。これ退場だったらあるね。退場だったらこれあるよ。ないか、退場じゃないか。これがクソ、あ、蹴れる。いやオフ、オフじゃないよね。相手に当たったかな、コーナー。よし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 、これ決めよう。これ決めたらまだあるぞ。いやー違うな、ロナウドに行きたかった。さあ63分、チャマンチェスター追い詰められております。あ、これは、いや勝てねえな、マジで勝てねえな、本当に。よいしょ。いや、これ取れるね。はいはいはい、丁寧に行こう。これ裏抜けてくれたらいいんだけど、ムスタフィがねいい感じなんだよな。いい感じでパーパーしてる。ピーピンするか、ピーピンしてもいいんだけどね。よいしょ、勝てる。よっしゃ、ナイス。ここいいよ、ここ出していきたい。ロナウド、いやークソ、パス出せない。あと一歩のとこなんだな。そのパスが通ればっていうとこなんだけど、ノイア出てたな。怖いな、ノイア伸びるねー。オッ
ッケー。いやー、マジか。危ない。頑張れ。よし、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 よし。よし、ここチャンス、ここチャンス、ここチャンス。一番奥。出してくれ。オッケー、ナイス。あー、出せない。よし。選手交代しよう。難しいんすなぁ。カバーにピーピピーにしてロナウド、ここちょっと軽めの選手、ボール持てる人にしよう。マラドーナはちょっと今もギャグキャラを出せるメンタル状態ではないのでね、このままいきましょう。さあカウンターもそんなにな、守備が全然できないからこの試合はカウンターだよな。カウンターで、あ、Yポジ入れよう。で、ワイドに攻めましょう。ちょっと中盤は無理そうなんで、ワイドポジショニングでワイドに攻めていくと。それでなんとか、まあ、クロスじゃなくてサイドから持っていって中に入れるみたいな何かできればいいんだけどね。お、出せる。お、マイボ。え、出てた。サンチェス触った時点で出てたか。オッケーオッケーオッケー。いいよ。これは取るだろう。オッケー。いや、無理だな。お、ナイス、ナイス。ピピピ。ピピピ。ちょちょちょ。いやー、くそ。お、取れる。いやー、よいしょ。よいしょ、よいしょ。え、二人何してたの？クリバリとチアゴシバ、めっちゃ密着してなんか喋ってたのかな？お話モードだった？あ、やばい。オフだよね。オッケー。よし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 。今何分？ 78 分とか？ 77 分か。まあ、蹴れないのが辛いけど、まあ、ここだったら、ここ、あ、ラモスか。ラモスだったら、微妙か。中に入れないね。取れる？いや、ナイス！オッケー。ビビビ、いけ！いったいったいった！はい！いや、あー、くそ！マジか！あ、ラッキー、ラッキー、よし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 。よしよしよし、まだある、まだある。同点。今、79分でしょ。85分までに1点取ったら、綺麗にある。綺麗にあるぞ。綺麗にあるぞ。よし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 。あ、取りたい。出せない。いや、出た、あれが。いや、お前反応しろ。なんでそれ。あ、出せない。え、ちょっと待って。あ、来た来た来た。ロナウド、お前を信じてる。いや、くそー。ロナウド、勝ってくれ。今日何もしないじゃん、ロナウド。ヘディングも全部勝たないし。突っ込んで、突っ込んで、突っ込んで。バレちゃった。よし。ここでワンツー。あ、いいね、いいね。ロナウド、ロナウド、お前を信じる。くそー。87分か。いや、横向く、横向く、横向くから。よいしょ。来い。来い。あー、ナイスナイスナイス。ここも当てる。いや、ちょっと待って、当てるしかないんだけど、当てるしかないよ。はい、ワンツー。ここも、あー、パスがずれた。クソ。残念。まだあるか、まだあるのか、取れないか。いや、あ、あ、ある。いや、ないな。これはまだある、まだある、あるんじゃない、これ、あるんじゃない、これ。いや、よしよしよし。ビビビ。いや、くそ。ああ、ああ。よっしゃよっしゃ同点。何分？あ、ロスタイムもうないね。いや、なんとか勝ったね。もうマナーへ厳しい、本当に。かなりの厳しい戦いでしたけども、なんとか負けずに済んだ。いや、よかった、本当マナーへに。マナーへに殺されるのが一番腹立つからな。本当に助かった、マジで。これはメンタル保たれるわ。まあ、ということで、最後のもううさんくさいゴールでうさんくさいゴミゴールでなんとかね、まあ、レートは下がりましたがいけましたね。パーパーということで、はあ、よかった。いやー、負けないことが大事だからな。まあ、といって 2連続引き分けだからね。まあ、なんとかなりましたが、パリでクリバリ、チアゴシューバー、グリーズマン、いいでしょう、いいでしょう。はあ、なかなかね、やっぱり
なんか守りもしにくいし攻めもしにくいみたいな、なんかよくわかんない試合はあるんでね、そこをいかに落とさないか気をつけていきたいと思います。まあできれば勝ちたかったけどね、うん、まあいいかということで、ほっこりしてるお前らを、そしてお前らの家族を全て全員奈落の底に突き落とす邪魔くんじゃんけんの始まりや。そろそろネタバレ感があるような気もするけども、ネタが尽きたんじゃないかと、いろんなパターンで楽しませてきたけど、俺の邪魔くんじゃんけんじゃない、じゃんけんは永遠に続く。いくぞ、最初はグー、邪魔くんじゃんけん、じゃんけんパー、女子供も容赦しねえ。さようなら、またねー。